ADHD コンサータ副作用日記。こんにちは、エリカンです。ワイは見た目は普通だけど、実は脳内が弱点です。この時のワイはね、一般枠のカフェでハンデを隠して働いてた時代です。でも大丈夫ですよ。たとえ君にハンデがあっても、逆境をバネにして君ならいけるよ。コンサータのお話スタート。9時間以降経つと副作用出てきます。結構ね、胃がムカムカしてきて、ちょっとね、吐き気もある感じなんですけど、入ってないよねちょっと待って、薬切れてきたかも。少しね、いつものリカモード戻ってきたかも。明日ね、バイトがあるんですよ。明日ね、コンサートね、バイトで飲もうと思ってます。ただ一般枠なんで、あの副作用でうち喉の渇きあるんですよ。で、まあ、バイトの練習会中にということで、皆さんありがとうございます。無事に1日目はこんな感じです。バイバイ。その日の夜、副作用でこの12時間経った後、夕方から夜が結構きついんですよ。心臓がドクドクして気持ち悪い。本当に食べてないのに副作用だよね。多分お腹がすごい出ちゃった。全然食べてないんですよ。こっから閲覧注意です。副作用の映像が流れるよ。一応コンサートも麻薬なので、体質によっては副作用がやばい方もいます。ドクドクさえなければ楽なのに、はい、心臓の毒力止まらない。副作用やばくて、この状態だと薬が切れたら仕事ができません。果たしてエリカンはこれからも薬を飲み続ける道を選ぶのか、それとも飲まない道を選ぶのか。果たしてエリカンの答えは。コンサートも二度と飲まねえ。心臓きついわ。思ってたより、もうダメだ。うちもう無理だわ。耐えれない、この副作用には。飲まない道を選んだエリカ。それから半年後、今の彼女はどんな道を歩いてるのか。就職をして一人暮らしを始めたみたいです。皆さんのおかげです。ってことで、皆さん動画遊びに来てくれてありがとうございました。たとえどん底にいたとしても這い上がることはできます。そう、 IQ が70でも、どんな IQ でも君ならきっと大丈夫だよ。